あやちゃんがさ、やったやったとかじゃなくてさ、泣き声でさ、喜びを表現するのがすごくいいよね。皆さんどうもこんにちは、ナムです。さて今回も引き続いてウマ娘プリティダービーシーズン3の第6話を見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。ウマ娘プリティダービーシーズン3の第6話です。 GO! おたねのチャンネル。 OK、 ほないきます。3、2、1、やはい、始まりました。ウマ娘プリティダービーシーズン3第6話、ダイヤモンドですね。サトンのグループのパーティーって感じかな。おじさまたちの期待の窓。クラちゃん、海外遠征。里沼のジンクス、重た。今回はタイトルがダイヤモンドっていうだけに、里のダイヤモンド、あなたが主人公になりそうですね。菊花賞か、さすがにちょっと勝ちたいよなね。今のところ一回も勝ってないからな、ダイヤちゃん。そうだね、あと少しやって、マジで。そう、あと少しで停鉄のせいやってんな。ひずめが落ちちゃったんか。ひずめじゃないな。まあ調子が悪かった。どうやったら勝てるんやろうな。早速バナナ食べんの北さん。ダイヤちゃん、もしかして水瓶座か。そういうところ気にすんの。飲むの。体調悪なんで、ちょっと一日様子悪。ああ、唇真っ赤になっちゃって。ほんまかよ。ちょっと無理してないダイヤちゃん、平気だよっつって。平気じゃないよ絶対。体調崩れるやろ。お腹痛くなりそう。大阪か、大阪やってんや。あ、服着たれちゃん。今日です、誰か大凶とかの凶か。周りのみんなが可愛いな。ダイヤちゃんさ、なんやろな、なんかあの無理してる気すんねんけどな、ずっと。あら。バナナの皮で滑るなんて。え、すごっ。自分から向かっていく感じ。不幸を呼ぶ方法。
あえて不幸を選んでんのか。ははははは。あえて木の多い場所に行くんか、ほんでもって。なんや？ダイヤちゃんの目的は何やろ？サタノのジンクスを破るための新たな方法かな？何？なんじゃこれ？爆心爆心爆心！北さん強っ。ああ、すごいね。物事の不幸に飛び込んで、とりあえずクリアをしていく。このさ、なんかミッションクリアみたいな感じの BGM 流してるけどさ、これそんなにシビアな展開ではないよね。必死に頑張ってるけど、やってることは結構そんなことある？足だけお化けってそういうこと。そんなことある？ピアノ弾いたら地面がボコーなってあー、黒猫にカラス、なんで急に祭りにすこんでったん？祭りがガムテープだらけになってる。そういうことやんな。確かに。橋本ガラス。頑張り屋さんだね、ダイエちゃん。そこまでしてジンクスを克服したい。そしてこの BGM。七不思議003。蜂蜜ドリンク飲んだら災いが降りかかる？いや、今まで蜂蜜ドリンク飲んでたさ、東海帝王とかどうなんねやろ。災い？ただデブっただけ？それ戦七不思議18。夕方じゃないな、真夜中0時に。おお、あるそんなこと。夜遅くまで勉強して菊花賞についても、ダイヤちゃんだいぶお疲れでしょうに。あ、このアイキャッチかっこいい、ダイヤちゃん。まあ、無理しなやって言いたいけど、こんなに頑張ってたら多分1位取ってくれるやろ、ダイエちゃん。へえ。そうなんや。
馬娘、馬で1位取るのってこんな難しいんや。里の家のジンクスな。里野の後輩ちゃんたち、だから里野のジンクスか。なんでなんやろ。里野家の何があかんっていうの。北さん、北さん、みんなに相談してんねんや。まあ確かに、ゴルシの言うこともわかる。厄よけ。マックイーン、さっきのシーンでなんかマックイーン思ってそうやったもんな。なんかマックイーンもなんか考えてることがあるの。まあダイヤちゃんの憧れの存在やもんな、マックイーンって。ジンクス自体をないものに、マックイーン。強かったから勝った。強すぎて退屈だ。強いな。クイーンも同じ立場やったんか。
こいい、これはかっこいい、マックイーン。やばい、安心する、こんなことを言われたら。そうやな。マックイーンが見に来るぞ。ウサギとカメの出来事やけど、カメはゴールを見ていたっていう話やんな。ゴールを見ろって話やな、ダイヤちゃん。お守り手作り。めっちゃパンそこ張ってるやん。あるある。常に乾杯してんな、この子たち。子供用のビールで。菊花賞ですかね。見てますね、ダイヤちゃんの活躍を。後輩も見てるけど、前も出てきたよな、この宇宙のおじいさん。なんなんやろ、宇宙でも見てんねんや。頑張れよ。わー、いい構え、スタートしました。他の人、どこ、他の人？他の人誰が走ってんねんやろ。今のところダイヤちゃんしか知らんねんけど、私の中で知ってる馬娘。ゴルクバシン。また出たこの人。めっちゃ喋る。何前も言ってたよな、同じこと。毎回ある流れ、一連の流れ。後輩ちゃんも見てる。まだ様子見てんな、ダイヤちゃん。自分を鼓舞してんな、ダイヤちゃん。ダイヤちゃんすごいな、自分をめっちゃ鼓舞してる。そうや、ダイヤちゃんは強いねん。誰よりも強いねん。いけ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 。でも周りを見ながら、様子も見ながらできてる。走れてる。上がってきたかな？上がってきたかな？ダイヤちゃん頑張ってる。ダイヤちゃん頑張ってる。里の家のみんなが、みんなに押されてる、ダイヤちゃん。頑張れ。トップに出た？トップに出たか？出たか？ダイヤちゃん出たか？ダイヤちゃん出たじゃん。出た出た出た。このまま。里の木のみんなが叫んでる。ダイヤちゃん思いを乗せて、里の木の思いを乗せて行くんや。行くな、これは多分1位。1位やんな。1位やんな、これは。
クラウンちゃんも泣いてる。念願の1位だ。確定1位。嬉しいね。ダイエちゃん嬉しいね。よかったね。よう頑張ったね。すごいな。里の家のみんなの思いを背負っててんや。やったねー。よくやったねすごいな嬉しい涙やねんけど、多分これはもう達成感の涙というかさ、そうだねすごいな、号泣の涙やな良かった良かった、いい涙やわ、これはいい涙。うーん、よかった。ダイヤちゃんがさ、やったやったとかじゃなくてさ、その泣き声でさ喜びを表現するのがすごくいいよね。なんか子供みたいに泣きじゃくってさ、今まで結構無理してきてんなって、もう無理してきたやったの思いが報われてんな、ダイヤちゃんってなって、ちょっと感動してしまいましたわダイヤちゃん、うわ、いい歌、ここまで来れたよってそっか、里の家のジンクス。ダイヤちゃんが菊花賞で1位になったから、先輩たちの馬娘も喜んでねんな。ダイヤちゃんセンターで、あー、いいなぁ。あ、終わりか。そっか、今回のエンディング特別エンディングショーやったのよね。ということで見終わりました。ウマ娘プリティダービーシーズン3の第6話、ダイヤモンドでした。よかったなぁ。里の家。念願のジンクスを打破しました。ダイヤちゃん。それでは次、第7話ですね。私たちの有馬記念でお会いしましょう。バイバーイ。やー。